はい、どうも皆さん、こんにちは。もちてぃみおもちゃです。ブラックです。というわけで、今回はですね、ウィニングルバップ2020やっていこうと思うんですけれども、早速ね、月曜日ということで、イングランド、オランダ、ロシア、この3つのね、国代表 FP 来てるということで、もうこちらすでにですね、当てたいランキングが上げているので、また見てないよって方は見てみてください。ということで、まずイングランドからね、見ていきましょう。まあ、スターリングですね。まあ、全体的にね、本当上がり幅がすごくて、まあ、スターリングでいうとドリブルですね。ここがガツッと上がってて、まあ、88から95なんでかなり上がってますね。相当ドリブルね。はい。まあ、元からそんな結構かなりしやすかったけど、まあ、かなり上がってるからね、ここ期待っすね。はい。しかもベースがまあ4強化みたいな感じなんで、もうこれ多分本当歴代最強のスターリングだと。ただね、なんかのスターリングがチェイシングかな、なんかついてるスターリングもありますね。スターリングスルーパスがねついてれば最高なんだけど、ワンパとかね、はい、でケインもですね、まあ一番多分強いかなと思います。全体的にまあ3ベースで、強化はされてるんですけど、このケインが確かキック力、ここの部分はガツッと強化されてるといった感じですね。はい、まあ強いかな、これも普通に。はいはいはい。そしてハリー・マグワイヤ、マグワイヤもね、能力値結構本当体強くて、まあ、ただスピードと瞬発がちょっと怪しいという。まあ、ただ体は一番強いよね。そう、体重が100キロだから、100キロあるからね。まあ、そのフィジカルが99で、はい、まあ、多分当たり一番強いんじゃないかな。そう、当たりは強いです。でヘンダーソン、まあ、ヘンダーソンもかなり普通に優秀な、中盤選手になってくるかなと、思うんですけど、まあ、結構俺はね、あのヘンダーソンリバプールの CS とかで当たってないんで、普通に欲しいんですよ。意外とレアだよね。そうで、ビコーとかはちょっといいかなと思います。まあ、キーパーはね、まあちょっといいかな。はい。で、こちらですよ、ジェイド。これがね、やっぱり何で欲しいかというと、まあ能力値もそうだけど、あのドルトムントなんで、まあ、来ないんですよ。そうだね。まあ、こういう国代表の FP とかでしかゲットすることできないんで、やっぱ一番欲しいっすね。まあ言っちゃえばね、そのライブアップでとかも、はい、まあそのないんですけど、おそらくっていうのがあるんだけど、でもまあそれでもね、欲しいっていうのはあるよね。まあね、能力的にもかなり強くなってのは間違いない。でレアでしょって。ベンチルヤ、ベンチルヤでも、2019とかかな、なんか何度か登場してて、オージャティーノで当たったことあるんですけど、ワンパン持ってればサイドバックということで、かなりね、ベンチルヤより結構よく来てたよね。そうで、バークリーもね、入れるか結構迷ったんですけど、うん、あの逆足のせい4-4だし、ただ細かく5で、まあ、今の中盤の現状を考えるとと思ったんだけど、多分スルーパス持ってる普通に選手なら欲しいかな。あー、なるほどね。ただやっぱりね、かなり厳選すると厳しいかなと思うけど、サンチョ、サンチョ、スターリング、ヘンダーソンかな。ここだと行きましょうか。さあお願いします。サンチョだろう。まあ、とにかくサンチョが出れば当たりかなと思いますよ。さあ来いと。おお、こんなになってる、すげえ。まあ、こんなだったよね、国のやつね、もともとカラフル。え、誰、いきなり、あ、違う、背番号ないの。あ、うん、はい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 、ゲッ、オッケーオッケーオッケー、バークリーね。はい、さあ被んなければいいからね。まあそうだね、頼むよ。あれ懐かしいな、これ懐いね、この感じ。さあカラフル、え、あ、これスターリング、どう、スターリングじゃねこれ。オッケー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 、スターリングね。被らない被らない被らないことが大事、被らないことが大事。オッケーオッケーオッケー、これでな、サンチョ、これマジでちょっとね、いつも被るんだよ、被ると。まあ前サンティカソラすごいんだから、サンティカドラめちゃめちゃ来たな。あ、やばいやばい、かぶった。どうなの、ちょっと暗くね。うん、普通に、うん、やばい、あれ、あー、かぶってじゃん、バークリーかぶり。マジかよ。まあ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 、いいでしょ。はい、行きましょう、オランダね。はい、気持ち切り替えて、だファンダイクですね。ファンダイクはもう何度も登場してるんで、うん、今回ファンダイクはグラパですね、大きく強化されてるのが。なるほど。絶対2ベースでグラパがまあ5なんで、まあ、ファンダイクはちょっといいかなと。まあいっぱい来てるからね。で今回ね、デヨングが総合値99まで行って、フライパスがまあかなりガッツし強化されてるんですけど、相当強化されてたよね。はい、まあ、ただね、デヨングはね、今怪我しちゃったのかな、そっちが心配と。だワンパスルーパス持ってるからね、普通に強いとは思いますね。でこれが、直近できてるユベントスの CS のデリフトと、総合値が100で同じで、能力値も確か同じなんで、まあ最強デリフトと、まあ最強ですね。
でね、メンフィス・デパイがこれがリアルに多分一番欲しいっすね。なるほど。あの2列目からの飛び出しで、今回のデパイが決定力がかなり強化されてるんですけど、まあ、今までのデパイに比べても歴代最強で決定力が強化されてるデパイ完成形来た、感じになってるんで、まあ、多分おそらくだけど、まあ、俺が思うには今回デパイが、まあ、一番今までのデパイより強いかなと。まあ、決定力上がってるのでかいよね。そうで、ワイナルドゥムも決定力ががっつり強化で8強化みたいな感じ、あと全体的に5ベースの強化なんだけど、まあワイナルドゥムもね、能力値すごい平均的で結構強いんじゃないかなと。まあ、ただね、かぶんなきゃいい、コアが5なんだよな。そう、かぶんなければいいっすね。シレッセン頼むからかぶんないでくれ。シレッセンとか来てもいいけど、2体とかやめような。かぶらなければいいから、こういう国代は。バークリー兄さん、デューフリースはね、来たらちょっとサイドバック入れてみたいね。そうだね。やっぱ今さ、結構中央に硬いコンパクトスの監督多いから、サイドバック上げることによってね、結構中の風出し良くなるんで、デュエンセンスは結構気になるけど、同系勝負とかだとサイドバック上げると結構有利ってことがある。そう、普通にオプションとして、ね、入れたいですね。まあ1枚ぐらいだけど、うん、バベルはこの中だとちょっと外れになるのかなと思います、正直。なるほど、はい。ということで、まあ、とにかく被んなければいいですけど、一番デパイ。え、デリフト持ってる最強デリフト。デリフトは持ってます。あ、最強デリフト持ってるの？持ってる。あ、なんだ。デパイ、デヨング、まあ、デパイ、デューフリーズ、デヨングかな。なるほど。だけど、まあ、被んなければいい、本当に。あ、本当被んなければいい。最強デリフト持ってた。持ってる、持ってる。こっちのアカウントはね、なるほどね、持ってます。頼むから被んないでくれ。お、そう、誰だ、これ。誰ぞ。背番号書いてるから。背番号はね、あ、デヨングじゃん。いいじゃん。俺コンサート初ゲットかな。いや、横ゲッツ、ハゲとユニフォーム交換。ねえ、すごいよね。デヨングに認められた男、久保建英ってことでしょ、あれ。まあユニフォーム交換、まあでもね、もう注目されてるのは間違いないと。さあ誰。おお、待って、デパイ。デパイ来た。ワイナルドゥム誰だ。あ、ワイナルドゥム誰だ。あ、デムの方、デムの方、デブリスじゃん。よっしゃ、いいよ、俺ですよ。よしよし、かぶんなければいい、かぶんなければいいぞ。マジでかぶんないでください。デューフリースいいじゃん。頼むからかぶんなよ。デヨング、あのこの際デリフトでもいいよ。このガチャだったらファンダイクでもかぶるなよ。絶対かぶんな、怖い。さあどうや、バビルでもいいぞ、もうかぶんだけ。あー、デパイ、デヨングじゃん。デヨングなんでこれ2体かぶんだよ。もうかぶんなよ、マジで。はいはい。でも最後ロシアで、ロシアがね、あの結構優秀な選手多くて、まずゴロビンでしょ、うん、あのゴロビンもね、入れるか迷ったんですけど、まあ、過去に何回か来てて、まあ、ゴロビンも普通に優秀ですね。ただあんまり使われてないよね、まあ、そこまでね。というか、まあ、19の時っていうのがゴロビンがあの強すぎたね、ボックスだったと思うんですよ。ただ今回チャンミに変わってるんで、まあ、あんまり環境的にも見ないかな。そしてマリオ・フェレラ、これめっちゃ強い。このサイドバックは最高だな。あの、ね、足が95いって体も結構あるし、サイズもあって、水幅で何よりも後半が7あるんで、ワンパン持ってスルーパス持って、いや最高だね。本当にね、結構本当当てたいですね。でね、ジギアもかなり強いセンターバックですね。188cm、うん、まあ、今回ちょっと入れるのはね、あの確かランキングには入れなかったと思うんですけど、まあ、時期はもうこの中だとかなりね、あの当たりかなと思います。普通に優秀、はい、そう、まあ、コアン6でね。ただまあこういった感じの能力値のやつはまあ他にもいるかなと思って、うん、まあ、入れなかったですけど、普通にこの中当たり。ジュバですね。ジュバもかなりサイズでかいんで、本当体もマッソ、フィジカルコンタクトがね、そう、これも普通にあのコアン7あるし、ワンパワンシュー持ってるポストプレイヤーですね。でキーパー、はい、ギレルミ、はい、195cm なんだ、でっか。はい、まあ、こんな感じですね、うん、攻撃的 GK だね。で、おい、オズゾイフはこれね、結構優秀だったんだけど、コアン5だったんだよね。なるほど、そうだよね、私はボックスの、これ結構優秀なんだけど、コアン5なんだよね。なんでちょっと入れなかったかなといった感じですね。はい、そしてイオノフね、うん、はいはいはい。まあ、でもコーン1号だと、まあ、だからアイコニックの力が必要になってくるから、アイコニック入れて安定させて、その選手をベンチとか、うん、そのスタメンとかにやっていけば、ね、まあ、コーン1号でいいんですけどっていう、まあ、被んなければいいっす。まあ、マリオだけ欲しい。マリオね、マリオだけです。ただお前もデューフリースゲットしてるから。そう、まあでもね、被んなければいいんだけど、被ってんだよな、もう2体ずつ。そうだね、仲良くだね。バークリー、バークリー、デヨング、デヨングみたいな感じで。まあ、デヨングでもいいんじゃない？デヨング嬉しいっすけどね。え、待って、これあれじゃん、ゴロビンじゃん。ビン、まあ、ゴロビン結構当たりだからな、普通に。はい。ゴロビンがね、まあ、だから、19の時ほんと強かったね。なんか20だとね、能力値的にも結構ちょっと押されたんだよね、なんか。フィジカルコンタクトかな、やっぱり主なあれのね。
さあ、これもまた違う選手かな。はい、それ誰？オッケー、マリオ来ないの。ピッ、オッケー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 、オズドエフ結構当たりだとは思う。オズドエフね、フォアが5以外だったら完璧だった選手だね。本当、まあ、あのオランダのでいうワイナルドゥルム的な。そう、ただここまでいいんだけど、ここで最後かぶるのよ、最後。あ、左来た。え、待って、はいはい、おーい、顎ひげ、さあ来い。サイドバック、そっちか、そっちだ、左だ、ね、ロシアはかぶんなかったけど、まあオランダとイングランドかぶっちゃったっていうこと。ブラックおもちゃ赤もね、最後そっちでかぶらない引きを見せてもらいましょう。さあ、ということでブラックおもちゃ赤もね、引いていきましょう。まあやっぱ狙いはサンチョですね。もうサンチョ以外考えられないと。サンチョ以外考えられない、うん、焼肉のやっぱ大切なお供でしょ。あとまあ俺から言わせてもらうと、かぶんないでほしい。ああ、なるほどね、うん、本当なんかあのまだ来てない選手、まあ、それは俺も思ってるから当ててほしいっす、うん、さあどう来いやサンチョー。これスターリングかな。ちょっと待ってよ、スターリング、うん、ちょ、 えサンチョじゃん。じゃあ、すげえ。サンチョ。イコール太陽のちょってことなんだ。いやもうオッケーじゃん。太陽のマテちゃんみたいな。もうやりきったみたいな。太陽のちょ、サンチョ。ちょっとディレクトー。すげえわ。ロック。これちょっと待って、何レベルまでいく？これ結構大変だよね。二十歳だもん。いや大丈夫。もう増毛。俺のもうあのクラスすごいから。あ、今。800、900あるから。サンチョ当てたらトレーナーだけで、もう OK みたいなとこあるよ、これ。ぶっちゃけ、いや待て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 、騒ぐな、クソガキ。ないないない、ちょ、待て待て待て、来るから。サンチョは被らなければね、ここでもう被らない。右足だ、ん、ん、被らないぞ。おかわりの太陽のちょ、いやこっちだけでもう来いよ、西村ひろちゃん。こっちはもうちょっと待って、サンチョかぶりか、まあちょっと、まあ、ちょっとオランダとか行ってみるわ。あ、そういう引き方するの、食べてみる。わけわかんなくなるな、お前。ロシアとかそういうことするとわけわかんなくなるんだよ、お前。俺はね、でもデリフト持ってないんで、デリフトも欲しい。で、俺デパイコレクターだから、デパイ来ちゃうような気がするね。デパイ、歴代のデパイを集めてんのよ、ね、そう、だから最強のデパイを持ってる、ね、あの、うん、ちょっと一個前の 最強デパイね。そうだね。どうなの。まあ、かぶんなきゃいいよね。まあまあそうなんだけど、おキーパーは寄せ。まあまあ来てないから。シレッセン。あってますね。まあ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 。はいはい。でも、ね、俺ロシアはマリオだから。あのバックヤツもかなりいいし。このこれね。おロシア俺かぶんなかったんだよ。インサイドはこう蹴るんだよみたいな顔してますね。すごいに開いて。よし行くぞ。こっちも持ってない選手来てほしいな。当たり前だろそれは。マリオ。マリオ。頼むぞ。お前ふざけんな、キーパーはやめろって言ってんの。195なんだよね。いや、まあ確か可能性はある。でけえよマジで。可能性は大きさだけでは負けませんよ。うん、クルトに負けないけど、前から来るぞ。まああとオランダはね、2回目だから、まあ、デパイ、いやちょっとなー、キーパー来んなよ、もうこれでやめてよ、飛ぶなよ、キーパーいいからね。おっ、え、誰、誰デパイじゃねえこれ。ワイナルドゥム、え、あ、ワイナルドゥムじゃない、ドゥム、ワイナルドゥムだ、ドゥムだ、まあ、ワイナルドゥムね、公安ゴージャンじゃなかったらもっと使われると思うんだ。使用感はすごくいい。そう、俺あのマッチデーでリバプールで使ったんだけど、やっぱりまあ通常なんだけど、やっぱめちゃめちゃ良かったな。まあね、公安もうちょい上げてほしいね。公安がね、6だったら本当ガチスカ入るんだけど。あ、左はお前、左はお前来たよお前ね、お前アゴヒゲの人だ。あれ、え、違う、この人だっけ、違うね、この人違くね、違う、横ゲッツだ、ジキヤじゃん、めっちゃ当たりだよ、センターバックとしては。まあ、うん、ギオルギー強いぞ、ポケモンみたいな名前だ、ギオルギーギオルギー。え、めちゃめちゃいいやん、ここやれる。よし、ここでイングランドさ、最後ラストラストチャンス、サンチョ、まあ、もうイングランドはもう俺はサンチョでもういいぞ、ね、めちゃめちゃいいよ、めちゃめちゃ満足。ん？スターリング、スターリングじゃねこれ、スターリングよこれ、スターリングだなこれ、スターリングじゃん、攻撃的な僕ですよ、結構いい人だな。どうだろう、デパイか、あの本当に俺もまあデヨングはまあ、うーん、デパイかな、え、
右足これっぽくね、結構っぽくね。おいお前デパイコレクターなんだよ。おいおい来ちゃいました、メンフィス。めっちゃ感激してるやん。あのねメンフィスは俺もね、俺が現役の頃俺ソックスをちょっと低くしてたの。俺もメンフィスもそうなのよ、見て。俺実際メンフィスもストッキング短いのよ。実際のさ監督に怒られたことあるの、レガース出ちゃうよって。サンチョってさうるさい、結構実際一番いいよね。よし、あとはマリオ。これ実際多分一番使うと思うんだよ俺。あとはマリオだけ。めっちゃ神引きしたな、オランダ見事に。え、でもキーパー来たよね。まあでもいいでしょう、サンチョ。おおでっかい、このロシアのキーパー使うべきなのか。いや多分ね結構アリだと思う。195センチだし、でかいけどやりますよ。